ですね。このタンクの方ですが、ですね、ここにですね、これはプレッシャーゲージですね。そして、こちらが、ですね、ガスを、まあガソリンですね、が出てく方のラインですね。一応こちらはですね、ランプ側についていった、まあ、オリジナルの導線のものですね、をあえて、こちらに使ってみました。そして、ここからアダプターを通じてずーっとこういう感じですね。ここも同じく導線から先はこれは真鍮ですね。こんな感じでずーっと来て、こういう感じですね。で、あとはですね、この部分はですね、これ今、ちょっとまだ空気入ってましたけども、ここはですね、ちょっとスレッドのですね、太さが違うので、こんなような、シーリングをして仮に使ってます。ここはまあ、今、本来はこうですね、これが入って、ここのとこですね、ホースにつなぐようなアダプターですね。まあ、これと同じような感じのものですね。をつけて、こちらのポンプをまでホースを引っ張るという感じですね。ですね、ここの部分のですね、今、アダプターがですね、今のところまだちょっと見つかってないんですね。ですので、先ほどのお見せしたような、この、まあ、クイックランプですとかですね、シークランプですかね、か何かのこの、ガスキャップを、今はちょっと代用しています。それからですね、ここの、燃料を入れる、ガスキャップですね。ここのところですね。まあ、ランタンと同じくですね。このガスケットが入ってるんですが、ちょっとガスケットはですね、まあ、ちょっとリークを起こしてるみたいですので、ですね、こちらのですね、まあ、新品のガスケットを交換する予定です。あと、このタンクの中ですね、まあ、これはですね、おそらく8ガロンサイズのもの、まあ、よくよくですね、一応資料を見るとですね、まあ、サイズはまだいろいろ5種類ぐらい、10ガロンサイズまであるようです。おそらくこれはですね、どうでしょう、10ガロン、ひょっとしたら16ガロンサイズかもしれませんが、かなり大きいものですね。この中ですね、今ですね、こんな感じでちょっと見えるか分かりませんが、覗くとですね、この未知の世界までずーっとですね、この中は筒状のものがずーっと通ってるんですね。ランタンなんかの場合ですと大体どうでしょう、ここまでは長くは伸びてないんですが、これは見る限りですね、このそこまでずっと伸びてるようです。
ですので、一応ですね、このこれですね、エアの入る方向、ここによーく見ると、そこにエアって書いてあるんですね。ここは空気の方の、まあ、バルブ側ですよっていう、まあ、意味で、こんなような印字がしてあるようです。これはタンクはですね、基本的にはですね、プールディランタンと、まあ、素材、まあ、デザイン、それから塗装は基本的には同じものですね。今ですね、この中をですね、ちょっとですね、覗き込んでいますが、そうですね、先ほどのね、このガスキャップの中から2のからですね、そこの方に伸びてるですね、筒状、まあパイプ、シリンダー状のですね、ものはどうでしょう、約30センチ、まあ40センチ弱ぐらいですかね、まで、まあ伸びてるようですね。で、中を見る限り、中はですね、これはかなりあれですね、綺麗な方だと思います。かなり状態はですね、悪くないです。そうです、そこの方もですね、これ今なんとか見えますが、非常に綺麗な感じですね、状態が。まあ、一応ですね、これは先駆けて一応確認はしてたんですが、まずサビが出てた場合はですね、まあ振るとひどい場合だとですね、ものすごい音がして、まあサビの発生がだいたい予測つくんですが、これはですね、まあ振ったところですね、そういった気配が全くなく、まあですね、外観からも見てもですね、これ非常にいいステンシルのこのものもくっきりと残ってますので、かなりいい、状態で保管されていたんじゃないかと思います。で、このプレッシャーゲージもですね、しっかりと機能しています。とこちらがですね、今ちょっと一回ビデオを止めてみます。